いじめから見えてくるもの、見えてきたものから私が何をしようとしているのかお話ししましょう。人類はいつの時代にも一定の条件の下で残酷なことを繰り返してきました。それはバラバラな個人の行動というよりもその場の社会秩序や現実感覚に従って生じています。私たちは人間が人間にとって残酷になる条件とメカニズムを研究し、それをはびこらせない方法を考え実行する必要があります。人が残酷になるメカニズムを研究するには一定の生活条件の中で人がどうなるかを観察する必要があります。例えば心理学者のフィリップ・ジンバルドという人は監獄と同じ生活環境を再現した施設を作り、被験者を集めて囚人役と看守役に分けて共同生活をさせました。すると看守役の被験者たちはほんの数日で怪物のように他人を痛めつける人間になってしまいました。もちろんこのような実験は現在では許されていません。でも学校制度の中で起きるいじめの観察を監獄実験の代用として用いることができます。学校のいじめを観察することから 人間を残酷に変えてしまう仲間内の独特の秩序や仲間内の独特の現実感覚を観察することができます。日本の学校にはこんなような特徴があります。もちろん世界学校というものが世界中多かれ少なかれそういうことがあるんですけど、日本の学校は非常に極端です。どんなことをしているのかと言いますと、同じ年齢の人たちを外の世界から切り離し狭い空間に閉じ込める。人々から市民としての自由と権利を剥奪する。法が入らない治外法権状態にする。その上で全生活を囲い込んでベタベタさせ、極端なまでに集団に埋没させる。仲良くしましょう、心を一つにしなさい、みんなの気持ちのまとまりが何よりも大事です、個人であってはいけませんということをありとあらゆる集団生活の局面で細かく強制します。実質的には勉強することではなくてみんなが一つになって生きることが学校の最高価値、学校の教育目標となっています。このような生活環境の中で外部の市民の秩序が無効になります。そして狭い仲間内の独特の秩序や現実感覚がそれにとって変わります。何が当たり前であり何が良いことで何が悪いことか、何に価値があり何に価値がないか、人はどのような存在でどのように生きるべきかといったようなことが大きく変わってしまいます。で、ここで優勢になる秩序はどんなものでしょうか。それはですね、日本がですね、ドイツやイタリアと組んで戦争をして負けてですね、新しい憲法ができましたけど、その前の昔の大日本帝国憲法という憲法をもじって言った言い方です。天皇は神聖にして犯すべからずという言葉が昔の古い憲法にありましたけど、それをもじって言いまして、ノリは神聖にして犯すべからずというようにですね、その秩序を私はまとめてみました。まあ、ノリは神聖にして犯すべからずとでも言うべき秩序が、優勢になってしまうんですね。そして市民の秩序が非常に衰退してしまうわけです。で、こういう生活環境では、人々がムードに流されて不和雷動しているであろうことは想像に難くありません。でもですね、私たちがですね、みんなでお酒を飲みに行ったりパーティーなんかをしているときにもムードに流されるなんてことはいくらでもあることです。で、ノリは神聖にして犯すべからずという秩序と現実感覚はどういうものかと言いますと、ただムードに流されているだけではなくて、みんなが同調する気分のメリハリ
まり祝詞自体が恐れ敬うべきものとされるという状態なんですね。つまり法律のとか神のようにみんながですね、こう集団で盛り上がる気分の、あの活性化する形が、規範の準拠点になってしまうわけです。でそういう場合の何が良くて何が悪いのかというとですね、ノリに背くことは悪い、そういう秩序感覚が蔓延します。そして良いというのはノリにかなっていることであるというわけですね。そしてまた人間観も変わります。人間はみんなで響き合う関係の中に位置づけられて初めて価値がある存在になります。人間が人間であるというだけで命や人格が尊重されるなどということはありえないことです。またですね、独特の身分感覚も生じます。みんなのノリというのは平等なものではありません。勢いというのは中心があり、そこから波及する末端があります。で強いものがノリの中心であると感じられます。でそのノリに対してですね、中心ではなくてそれがぶつけられてうずくまっていたりピクピクしていたりする側が身分が下のものです。これは家柄とかお金とか成績とかとは関係ない、みんなのノリによって成立する秩序です。身分関係です。でここには厳格な身分が成立していまして、ノリの中心となって周囲から恐れられていれば弱いものをどのようにでもできる権利が生じます。でところでそういう強いものもですね、ノリの中心から外れれば一気に没落します。で一人一人の立場はですね、いつ何時足を救われるかもわからない不安定なものです。その場その場で刻々動いている人間関係の勢い以外に自分を守るものは何もありません。このようなノリの秩序の中でですね、権力政治がですね、行われます。それは非常に過酷なものになります。ずる賢く政治的な計算をしながらその場その場のムードを読んでバカ騒ぎして強い勢力に張り付いていなければなりません。私はこういうような秩序を群れの秩序と名付けました。群れの秩序あるいは群生秩序と名付けました。学校のいじめを観察するとそこではですね、群れの秩序が圧倒的に優勢になっていて普遍的な市民の秩序は非常に衰退しているということが見て取ります。でこれはですね、大変なことなんですね。でこれがどれほど大変なことかということを考えるためにちょっとですね、思考実験というのをしてみましょう。思考実験というのは本当にそういうわけではないんだけど、もしこうだったらどうだろうという思考実験をして頭をクリアにする、そういう実験です。中にはですね、世界の中には政教一致タイプの社会というのがあります。政治と宗教が一致してます。そういう中でですね、神様は存在しないとか、そういうことを言ったら殺されたりすることもあります。まあ世界の一部の国にはそういう国はありますし、昔のヨーロッパはそうだったわけですね。で日本でもですね、昔は、そういうことがありました。でそういう社会で神は幻想だとか教祖の言葉はただの妄想だというふうに宗教を否定して露骨に戒律を破って生活する、そういう人々がですね、自分たちの小さな世界に自信を持って生きているとしたらですね、またそういう小さな社会が社会の至るところに偏在しているとしたら、これは非常に驚くべきことです。で実はこういうこれと同じ驚くべきことが、私たちの社会で起きているし、おそらく日本以外でもですね、多かれ少なかれそういうことはあるかもしれない。日本はただその極端な例に過ぎないわけですけど、つまり市民の秩序に反する群れの秩序が、まあ、構造的に蔓延している場合ですね、そういうことが起きているわけです。で日本も含めて現在の先進諸国グループは人間の尊厳
というものを最高価値としている市民の社会です。その中に人間の尊厳がひどく軽く扱われる別の社会が偏在しているわけですね。で、特にいじめ被害者の死に対して加害者グループを中心とするみんなのノリの社会がどうなのか。で、その中で死に対して、人が死ぬことに対してどういうみんなの主流の群れの反応が見られるのかということを考えてみましょう。そうすると学校の中でどれほど群れの秩序が優勢かが分かるんです。例えばですね、被害者が自殺未遂をしました。でも私たちは全然かわいそうという気になりませんでした。だけど今社会人になって過去を振り返ってみると、なんでこんなことしてたんだろうと不思議ですというような、回想があります。結構よくあることなんですけどね。で、つまり学校のですね、閉鎖空間でジンバルドの監獄実験のように人が変わってしまって、また監獄実験から解放されるとまた他の市民に戻るといったような現象が起きているんですね。あと例えばいつもいじめられている子が死ぬと言って3階か4階の教室の窓から飛び降りる仕草をしたときに、周囲の人たちは拍手喝采して死ね死ねかっこいいとかいうふうに大合唱をしていましたといったようなことですね。で、実際に自殺した場合はさらに典型的なことになりましてですね、被害者が自殺してですね、でマスコミがですね、マスメディアがなんてひどいことが起きたんだと言って時に大々的に報道します。つまり大きな社会全体がですね、人間の尊厳を最高価値としている市民の社会です。その中で閉鎖的な狭い社会の中で人間の命を虫けら扱いしている状況が生じます。で、その中で、誰かが自殺して日本中もうテレビをひねるとこのひどいね、新聞でもバーッと出ている、学校の周りは取材陣が押し寄せているというような状況であってもですね、例えばいじめで追い詰めて、自殺に追い込んだ加害者のグループたちがですね、お前もなんとか2世だ、お前も死ねというようなことを他の生徒に言っている。またですね、あいつがおらんから暇だ、誰か代わりになるやつはいないかと言ってですね、ふざけている、そういうようなことがですね、観察されるわけですね。で、なんてひどいことだと感情的に反応する前にここで何が起きているのかということを考えなければいけません。日本も含めて現在の先進国グループは人間の尊厳を最高価値とする市民の社会であると。で、その最高価値を踏みにじったというふうにしてマスメディアに大きく報道されて、外の社会で大問題になっていることを知っていても加害者たちは自分たちの小さな世界の秩序に大きな自信を持っているんですね。で、またそれを黙って眺めているですね、傍観する生徒たちも自分が生活している学校というものは群れの秩序によって生きなければならない場所であって市民の社会の一部ではないということを実感しているからこそ黙っているわけですね。で、学校で蔓延する群れの秩序が残酷なことをするのを当たり前にしてしまっているわけです。それほど仲間内の群れの秩序が強固であり市民の秩序が弱体化しているわけですね。で、この加害者の生徒たちというのは決して異常な人たちではないんです。普通の家庭に育って普通の学校に通っていた普通の生徒たちです。彼らは学校で集団生活さえしなければ人間を虫けら扱いするのは当たり前と感じるような人にはならなかったはずです。で、日本の学校には構造的に群れの秩序を社会に撒き散らす働きをしているわけですね。それは人が死んだり死ななかったりですね、ある意味暴力があるかないかということにかかわらず群れの秩序というのが
市民の秩序にとって変わるような生活空間に学校がなっているということで、いじめがですね、そのことをですね、くっきりと浮き彫りにするわけですね。で、ここで人類の歴史をもう一度考えてみましょう。最近の研究によるとですね、人類は群れて殺したり脅したりする生活に適応して進化してきたという説が有力になっています。これに関しては、例えばこの TED でもですね、スティーブン・ピンカー教授がお話ししてますので、もしよろしければ YouTube などでご覧になってください。で、市民の秩序はこの数百年で新しく生じたものです。それに対して群れの秩序は何万年、何十万年の進化の中で遺伝的に発現しやすい秩序であると考えることができます。このですね、進化の過程で身についた自然な傾向を市民の秩序が強力にブロックしていると考えることができます。だいたい今の先進諸国では殺人検挙者数が人口10万人あたり数人なんですが、ピンカー教授とかアザーガット教授らがですね、示した研究によると、だいたい人口の 15% から 20% から 60% ぐらいがですね、人間が人間を殺すということによって死んでいると。それが人類の長い進化のですね、中で起きていたことであって、人間が人間を殺す殺傷率がこんなに低くなったのはごく最近のことであるといったような研究がおそらくこの数十年ぐらいでどん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 有力になっているわけです。で、こういうですね、ことに対して、市民の秩序が強力にブロックしている。で、この市民の秩序を外してしまうと、群れの秩序がビーバーのダムのように増殖して発現してくるわけです。で、ビーバーのダムというのは、進化の中で遺伝的に身についたこういうことをやりやすい社会的な活動なんですね。で、残酷なことというのは、実は私たちの遺伝の中にかなり組み込まれているわけです。で、こういうことをですね、示すのが先ほどのジンバルドーの監獄実験だけではなくて、それ以上に日本の学校制度によるいじめの世界なんですね。で、日本の学校でよく見られるいじめの観察というのは、人類がその進化の過程で獲得した群れの中で怪物になる普遍的な潜在能力を浮き彫りにします。日本の学校は市民の秩序をスイッチオフにして閉鎖的な空間に閉じ込め、強制的にベタベタさせることで人間がどうなるかという秩序生成実験の場になってしまっています。で、このようなですね、いじめの研究からですね、有益な知見が得られます。で、また非常に役に立つわけです。つまり、発見された恐ろしい潜在能力を発現させないようにブロックする政策というのをですね、いじめ研究から分かったことから組み立てていくことができます。そして人類の歴史を人間に優しいものに変えることができるかもしれません。もちろんこのようなですね、ジンバルドーの監獄実験と同じ働きをすると言えるような日本の学校制度は即座に変えなければいけません。日本の学校を市民の社会の一部にしなければいけません。最後に付け足しをさせてください。現在日本はですね、再び全体主義の社会に変わる動きを見せています。右翼勢力が非常に強くなりすぎてしまったわけです。で、社会の再全体主義化というのはですね、日本に限らず世界中どこでも起こり得ることです。で、それは人類の脅威でもあります。社会の再全体主義化を抑止するためにも、いじめ研究は役に立つかもしれません。以上です。どうもご清聴ありがとうございました。